鈴木正明は神奈川県横浜市出身のバスケットボール選手である。ポジションはガード。身長 176cm、体重 72kg。相性は K2O。ストリートボール仕込みの鋭いドライブ、ペネトレートが持ち味。外国籍選手にも当たり負けしない。 静岡学園高校から2005年に専修大学に進み2007年11月には関東実業団関東学生オールスター対抗戦に出場4年生時の関東大学リーグ戦は3位スタメンで14試合に出場し1試合平均11.6得点2.3アシストインカレでは4位になった 2009年1月には、大学生のさよなら試合、B-1 ジャパンの参加選手に選ばれた。卒業後は、ストリートバスケットのレジェンドに身を置く。2010年6月、BJ リーグドラフト会議の一巡目全体4位で、高松ファイブアローズより指名を受けて契約した。背番号は22。 初年度の2010から11シーズンは10月16日の開幕戦琉球ゴールデンキングス戦でデビューすると10月24日に行われたホーム開幕説2戦目の大阪へ別サ戦にてデビュー4戦目にしてゲーム MVP を受賞。レギュラーシーズンの44試合に出場しシーズン後半にはスターターでの出場も増えた。 2011から12シーズンは、出場48試合中38試合で、スターターに起用される。勝ち星には恵まれなかったが11月26日の、滋賀レイクスターズ戦では負傷して試合途中までの、出場ながら、自己最多の27得点をマーク。2012から13シーズンは、出場46試合すべてでスターターを務めた。 外角のシュートが好調で、自己最高の1試合平均8.2得点。2013年2月3日、浜松、東三河フェニックス戦では、味方の主力外国人3人が、ファウルアウトした上、最終盤1点ビハインドという不利な状況から、ドライブで決勝点を奪った。アシストは、 チーム2位の1試合平均3.07本で、2013年3月7日、仙台十9アーズ戦では、初の2桁アシスト10本を記録した。2013年7月3日、オフで帰省していた横浜市中区の路上で友人で、モデルのロジャース・リナと共に盗撮犯を取り押さえ、伊勢崎警察署より感謝状を送られている。盗撮中だった男に気づいた。 ロジャース・リナが注意したところ逃亡を図ったため、鈴木が数十メートル追いかけた末に取り押さえて警察に引き渡した。2013から14シーズンは初めて、レギュラーシーズン全1 2試合に出場した。有明コロシアムで開催された BJ リーグオールスターゲームに初出場。2015から16シーズンは10月11日の大分戦で21得点。 中アシスト。3月6日の琉球戦で、キャリアハイの29得点。同シーズンをもって、現役を引退した。ありがとうございます。